はい、どうも皆さんこんにちは、こしあんです。はい、今日もシーズン待ちやっていきます。今日はこんな感じですね。マの HP が 0.9 倍、アタックが 1.1 倍、リリューのアタックが 0.9 倍と、まあ神タンとかが多いんでしょうけど、まあ僕も神タンですね。はい、ガブの、ガブ射精機使っていきたいと思います。なんとなく使いたくなったんで、このコマをアポロンを、あまりにも使わなすぎてコンボスキル上がってないですね。まあ700と600なんで、まあいいかなっていう、この超適当な感じ。まあただアポロンを活躍させたいというなぜかしらのこの僕のふと思ったことがあるので、これでいきたいと思います。まあどうにかなるんじゃないでしょうか。はい、僕は久しぶりに使えます。はい、大勢よろしくお願いします。おい、初手から終わったぜ。あ、名前がやばい、書いてなかったですね。アンパン眠らせたいから、うん、もう知らないです。これはもう攻めます。攻めるっていうか、もうひぃ、それだけで怖い。一旦ドリスでいきますか。一旦のドリスでこのターンはですけど、さあどう来るか。もうやだ。 X? もうどうすりゃいいんだよこれ。それより最終作戦をつける。こう行ってみます。あ、全部取られた。終わった。場所。あ、でもそこは許してくれるんですね。アポロンが意味をなさないと。突撃します。やばい、クソ適当に打ってるな。やばいですねこれは。次フロッティを発動するか。いや無理だって、火炎の打ち方わかんないよ。どうやって勝てばいいんだよ。あー、やばいって、やばい。えぐいて。燃える、めっちゃ燃える。あ、気持ちいいぐらい燃える。HP の減り方、やぐ、やばい。あー、ダメージおかしいって。クソ、いけ、しょうがねえ、いくんだ。与えるダメージを2ターン耐えれねえなこれ。えぐいて。鉄ゴマ、はい、召喚値、おまだ、ナイス。へえ、なにこれ、めっちゃダメージくる。相手になってあげるよ。でも取るしかないでしょこれは、クリハピを。お願い、もう一ターンだけ耐えて、お願いします。神様、一旦耐えてからの何か飛ばせる方法僕にください。それどうなんだ、耐えれるのか。あ、ギリギリ耐えたけど、あ、頼む。これ飛ぶのか。あ、でも行くしかないから行ってください、お願いします。買いに勝たして、飛んだー、あぶねー。はい、大勢ありがとうございました。はい、大勢よろしくお願いします。うわー、終わった、もう無理、きついけど行きます。ガブ出します。行くしかねえだろこんな。いやー、1111も悪い、助けてください。はあ、どうすりゃいいんだよ。ほら、こっからどうしろっちゅうねん。ひえ、これだけできつい。まあ代償で削っていきますか。あー、キャラゴマが増えていく。
この260のダメージが痛い、怖い。まあ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 、やめろって、それやめろって。もうそれ消すしかないでしょ。そんな守備ダメ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 、許せません。まああとはどうすればいいんでしょう。まあつなげてつなげて、相手がどう来るか。とりあえず S 引かないでください。そうすればもう僕あの、どうすんのこれ。こう、おーのー、痛い、肝炎痛いよ。こっからどうすんだ相手。おあいつさん、待って待って待って、あー怖い怖い怖い。こうこう攻めろ、もう攻めろ、鬼の攻めを見せろ。オッケー、痛い痛いけど頼む。いや僕には2個いますからね、全体火炎大とかされない限り。あーテポー、痛い。相手になってあげるよ。クソ、もう2個いけ、行くしかねえ、お前の力見せろ、2個頼む、飛んでくれ、飛んで、2、4、6、9枚。どうなのこれ。はい、飛びません、皆さんさようなら。惜しい、2個じゃなければ、くそ、はい無理、ちくしょう。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。惜しかったな。これなんだ、神タンのムーニアか、神タンのムーニアですかね、ちょっとわからないな。あ、神タンかこれ。まあまあ有利だったら有利、行きましょう。ここで勝たなくていつ勝つんだい。1手目イリニア、次メイティスで、ドリスでドンドンドンと。まあ神タンの場合だったら、まあ、消してくる可能性ありますけどね。まあまあまあ、そういうのはいいんですよ、気にしなくても。でも2万7000だね、90って。なんかうわー、なんなんだこれ、今後か。いや違うっぽいな、違うっぽいんですけど。2400、まあここで1回メイティスいっておきますか。なんかビナーもうちょっと取っといてもいいような気もするんで、さあ相手は取ってくるか、取ってくる進行するのか、それとも辺に置いてくるのか、どっちなんだい。ひえー、えぐい駒来た。手になってあげるよ。どうしようどうしよう、こう言ってこう言って、まあ X か、まあ一発ぐらいは共有しましょう。で挟んできたらヴィーナス置いてみたいな感じでいいんじゃないですか。いたたたた、引き良いね、引き良すぎでしょ、ダメージおかしいって。さあ行きましょう。いや、まだまだまだいいな、こっちからでいいんじゃないか。いやダメか、こっちじゃなかったな、いやミスったな。いやでも大丈夫か、一枚返しで。うーん、どうなんだろう。はあ、どうしよう、ここでヴィーナス打っちゃう、山田か。変な裏声になりましたけどね。まあまあちょっとずつ攻めていけるんですよ。ダブコン許容しちゃっていいんじゃないですか。次ヴィーナスも置いて決勝もあるんだったら、
決勝が3体並んでヴィーナスと、まあ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 、はいはいはーい、はーい、これで耐えれると思います。逆にあのダブコンしてきてほしいですね、ちょっと気持ち的に。まあヴィーナス返すかな、返さないと痛すぎ。どうしよう、これ耐えれるな、多分耐えれるよね、1枚返し。どうなんだろう、いやどうなのこれ、怖いからこっちにしよう。これであと相手なんてだ、一手じゃないか、これいくつ ?2000 か、やばいな、2個引かないとやばいな。時を変える恐ろしさ味わってもらおう。危ねえ、はい2個、はい来たうん、プレミだったかもしれないですね、ギリギリだったから危なかったですね。あー、まあでも勝ちなんで、勝ちなんでこれでいいんです。はい強い、2個が強い、マックス出ますんで、はいはい最強、はい、大勢ありがとうございました。はい、大勢よろしくお願いします。まあアポロンがまあそこまで強くないと悲しいことになってますけどね。アポロンさん、ちょっともうちょっと活躍してもいいんじゃないですか、っていうかまず手駒に来ねえし、何やってんだあいつ、イブサニアか、怖いな、これも怖いな、そして出る位置悪いな、成り打ちするしかないやんけ。じゃあ成りしますか、どうなんでしょう。はい、ドリスト、あこんなもんこっちからでいいか、はい1000ダメージ、でも1000ダメージ、ここでアポロンでしょう。アポロンさん元気してます、チャンスをください、アポロンチャンスを。絶対ビブサニアの方が削り早いですからね、僕なんか。あーダメだ、引きが良すぎる、そんなん出されたらアポロン引くしかないじゃないか。はい来ない、先輩、まあちょっとどうしましょうという考えがありますけど。カット強い、相手だって、相手やばいっすよね、こんなとこ当てられないし、いちいち駒が強いな、ウィブサニアはやっぱり最強ですね。うわー、ガブササヤキにももうちょっと力をください。あーこねー、まあこうだよね、はあカットされまくる、アポロン何やってんねん、痛たたたたた、痛す痛す、やめて許して、やめて許して、いやおかしい、相手の方がなぜかしらダメージ手がすぎる、面白くなりそうだな、来たアポロン来た、太陽の力は万能なんだぜ、アポロン来たけどいつ使うねんこんな、確実に相手の方がダメージ入ってるぞ。やばいぞ、アポロンに当ててくんねえかな、ちょっとカッコつけて、無理なんだよな、そうなんだよな、無理なんだよな、いけ2個、フィーバーフィーバー、次何を引けばいいんだ、はあ終わった、
はい、ビーナス来ました。カットしても意味ないですけど、行きまーす。あなたを導きましょう。全然ダメージでねー。そしてマカミでやられる。アポロンさん、きつ。アポロン一枚じゃどうにもならないんだって。はい、カット、カットのダメージと5400飛ばないけど、見てください、アポロンがいることによってこのヴィーナスが、効かないとなるんですけどね、全くもって飛びませんっていうか、あ、出すコマ間違えた特殊も出ないコマ投げちゃったよ。もう最後どうしろって言うんだよ、ウィブサニア強すぎだって。まあアポロンのせいかな。はい、大勢ありがとうございました。無理。はい、大勢よろしくお願いします。はいはい、ガブガブガブリエルで、ここか。エルヴィンだな、これ次置くんだったら。まあ相手の動き方次第ですけどね。まあ僕はガブリエルを先に置くってだけなんだけど、まああんま代償したくないなっていうか、もうミューズも何も引かないでほしい。アラクト、まあ安定の所定ガブでいいんじゃないですか。エルヴィン団長もね、いい感じにダメージは出せるんですよ。条件ないですし。さあどう来る。まあ風車に来て僕がD6 置いたら決勝返してくるムーブか普通のムーブか悩んでますね。はいはいはい。おお、怖い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 よ。これ、いや、こっちだな。はい、うるさいですね、団長。団長うるさい。まあ、そしたら次ドリスかラサスか。それは聞いてないぞ。相手になってあげるよ。いやー、これどうなの。普通に攻めなくてもいいか。いや、普通に攻めるでいいか。はい、さすがにねえ、返してくることはないんじゃないですか。2枚返ししてくるとか。あ、してきましたね。まあ、次に2枚返ししてきて、さすがに2枚返しすることないですよね、ここで。あ、ここで2枚返しじゃない、ここで決勝取りに来るっていうムーブするしないですよね、さすがに。決勝取るムーブとか、いやいや、さすがにまあしないですよね。まあ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 、決勝作りに行きましょう。何もしなくても削れそうですからね。で、ダブコンを取ってくると、ダブコンを取ってくるってよくわかんないな。へえ、ダブコンを許してくれると。へえ、まあ皆もいるんで、てかもうここ2個落ちちゃっていいと思うんですよね。出せるうちに出しちゃっていいと思うんですよ。はい、残り3600、ビナで終わりですね。まあさすがにエルティナのコンボ使ってもカットがあるんで、大丈夫でしょう。え、ダメージ量おかしくね。危な、危な、何このバフ、神タンおかしいって危ねえ。はい、大さんありがとうございました。はい、大勢よろしくお願いします。さあ行きましょう。最後最後、ここでアポロン決めて終わらせてやるぜ。来た、アポロン、お前を待ってたぞ。さあ、東野の神の力見せてもらいましょう。はい、さ
さあ相手は僕のことを耐久だと思うのか、どう思うのか。まあどっちにしろね、はい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 、どこかでヴィーナスは来ると思うんですよ、金マモンと。まあそれはさせないんですけどね。はい、まあこれで一旦ナビジ出しといた方がいいと思うんですけどね。まあいいでしょう。で、そしたら何打ってくる？ブラジェット、オッケー。あぶねー。オッケー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 。まあ相手金マモンとブロンジェットは合ってないようなものじゃないですか。こっからバチコリダメージを与えさせていきましょう。次、罠置いてきたかもしんないんで、バイセですかね。アンチヒール。アンチヒール？いや、ドリスですね。どんどんダメージ出していきましょう。どんどんダメージ、どんどんダメージ。バッカみたいにダメージ、バッカみたいにダメージ。はい、ナイス。いや、でも、相手の召喚位置、うん、微妙。苦しめてあげる。いた、いた、え、マジで？こんなもんもうダメージ出しちゃっていいんじゃないですか。来い来い来い、来たー、ニコー。あ、来たニコ、行けニコ、フィーバーしろー、行けー。はい、最高。こっから相手は何を打つんですか。ヴィーナスですか。打ってきてくださいよ、ヴィーナスとか金マモを。ネマレイヤと、はい、それは効かないっす。お相手さんね、絶対あれですよ、持ってるんですよ、金マモンとかビブサニア持ってる。あ、ビブサニアじゃない、金マモンとかヴィーナス持ってるんですよ多分。でもアポロンがいるから出せなかったと。そしてこれでとどめはさせると。強い、これがアポロンか。ここしか活躍しなかったですけど、はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦終わりました。アポロン最後の最後、あれ活躍したんじゃないですかね。僕の予想だと絶対お相手さん手駒にね、ヴィーナスとかいたと思うんですよ。ただアポロンがいるから出せないって、多分こうなったと思うんです。それであんだけ駒を投げて勝てたと。これは強かったんじゃないですかね、最後のアポロンだけ。まあちょっと今日は火炎とかにも多く当たっちゃってボーボー燃やされましたけど、まあ特殊だけですからね、ガブリエル出せるので。しかもアポロン、まあアポロンはまあ入れなくてもいいですかね。あの2手目置くときにダメージ出した方がいいと思うんで、はい。まあ神谷には多少強く出れますけどね、やっぱ火炎がいる日は使えないですね。やっぱ今なんかガブ耐久の方が見ますからね。まあでも型にはまったときは強いですね、やっぱりガブリエル。はい、ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。よかったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではさよなら。